しげちゃんです。右おじいです。ちょっと訳を説明してもらえますか。はい、今日は真冬なんですけども、ストーブとこたつに入ってそうめんを食べる企画なんですよろしく。じゃあやっていきましょう。で、デザートはもちろんアイス食べます。ストーブしながらこっちにそうめんがあるっていう。はい、入れます。ちょっと沸騰が今ね、いいですか、うん、冬にこんなんね、そうめんなんてね、びっくりです。ちょうど2年前も2月にそうめん食べてるんですが。あ、そうなんですか。忘れてました。ちょっと待ってください。用意しました。はい、氷たっぷりのそうめんと、腰、ピノとかハーゲンダッツとかアイス、食べていきたいと思います。あ、はい、入れます。うわー、どんなんでしょうね、真冬のそうめん。はい。じいじも入れてくださいね。では食っていきましょう。いただきます。うん、うまっ。おいしい。じゃあ食レポお願いします。うん、おいしいです。どうに、何が冬と思われないぐらい美味しいです。じゃあ今度夏、真夏に鍋を食べてみたっていうのは。はい、どうですか。うん、真冬に冷やしそうめん、むちゃくちゃ美味しいですね。ちょっと変わった味がします。あ、こたつ入ってますか。これこたつは線がないんです。線がなくても布団の中入って、じいじ。立てます、うん、見えません。人形に座ってるからです。ダメです、入れてください。入ってます。アバーボッケーです。じいじ入れてください。わざやらっかいぞ。OK です。ストーブして、布団入りながら、はい、そうめん。この間食べにくいんですよ。僕はここ10時15分ぐらいですかね。倉敷に到着でございます。あ、じゃあ、ラシチュー。次はアイスです。開きました。はい。開きましょうか。じいじ、これ、ハーゲンダッツ、3つぐらい、いや、4つぐらい入ってるセットの中の一つですね。うん、僕、ピノ1つ開けたら絶対食べきるという、それがルーティンになっています。はい、昔、半年前ぐらいはもう毎日食べきるという習慣を、キャンペーンをやっていました。あ、ハートないですね。はい、いただきます。いただきます。どうぞ。はい、メケンです。ハーゲンダッツやから。はい、何言うたんや。ハーゲンケンです。ちょっと間違えました。いただきます。いただきます。止めた。うん、おいしいね、さすがに。というわけで、はい、アイスも食べきりました。しっかりこたつ中でソフト。じゃあこの動画をここで終わりにします。ということで、感想をお願いします。はい、たま、暑いところで食べるのは最高ですね。あ、じゃあ、うん、じいじもばあばと一緒で美味しかったです。え、どういうことが、冷たいところでこういう冷たいところじゃなくて間違えました。ストーブ炊いて温かいところで冷たいアイスクリームを食べるのが美味しかったです。今度がお断りします。ごちそうさまでした。バイバイ。バイバイ。